震えた場面があって、1000年を超えてっていうお話の終わりに4人が決意をして走り出す。あの時に会いたいよっていうね、ユーリ役の勝村美香さんが歌ってらっしゃる会いたいよもう一度って、あの時に初めてあの曲が流れるんだけど、私サウンドトラックを夏ぐらいに買った時にあの曲がすでに入ってたのね。でそのなんか歌詞カードとか歌ってる人とか見たら勝村美香さん名前があって、ユーリ役の人が歌ってるんやと思って、なんでユーリがこんな曲を歌ってるんだ、誰に対して。その時全然達也との恋愛的な要素も全くなかった、夏前ぐらいの時点だから。でもそんな曲聞いたことを忘れて、そんなこと思ってたことも忘れた頃に49話であれが流れたら、あの時にもう震えたわ本当に。一番ねブワッっていうね、戻りましょう二次世紀、会いたいよ、あれはね、ああそういうことだったのか、全てがこう繋がった感じと演出に対する感動と、もう忘れられない。